まあね、はい、見えるリーチですから、それを潰したのはもう2000点以上の価値がありますよね。そうですね。さあ、トンの2曲です。勝俣が親になります。ドラはウーピンです。うわー、いい3点。ダブルチャンス、ダブルチャンス。なんですか。いや、ただこの後難しいですね。勝俣今スッと打ったんですけど、これ本質もあるんで。ピンズの本質ですね。そうですね、うんうんうん、ニャンピンポンとかシャーポン、はい、あのウーピンがねドラで赤ウーピン持ってるんで。本当だ、うん、そうなんです。これニャンピンやシャーって結構ポンしやすいパイですし、うん、ピンズ1個引けたらもうテンパイってことですもんね。その場合ですね、あ、イーシャンテンですね。ピンズ1個引いてくっつけのイーシャンテンですね、はい。ただこれシャートのシャンポンリーチが打てたらそれそれで価値ありそうですよね。ですね。さあ、どのように打っていくか。シャーが打たれそう、うん、泣きますか。いやー難しいですね。難しいですよね。リーチいける手ですからね、はい、ただ1枚シャーが出るともう極端に、そうです、待ちがね弱くなっちゃうんですね。うーん、あー、しかもこっちが本位ついきますね。マンズの本位狙いだ。シャーはまだ出ていません。自家製です。伊達パンチが入った。あー、チューン切ったってことは、まあ、今のところはもうリーチを、ね、うん、メインで見てますね。一応チート率もありますからね。なるほど。そうですね、1枚ほぐして、あ、でもリャンピンからはいった。ハクチューン打ってあってポンして急走。そうですね、チーソー打たなかったですね。タンヤオかな。いや、タンヤオはちょっと遠すぎますね。見えないですか。あ、いや、あの、どう見えるかっていう話ですね。ああ、はいはい、周りからはいろいろ見せようとしてると思いますね。799って打つとすごいね、すっきりした形に見えるんですが、はい、あー、これで急走と一落としでタンヤオ風味付けして、三品とシャアのシャンポン待ちで打ち取ってやるみたいな。そういうことですね。悪い男ですね。799って打つとね、あの手配が絞られちゃうんですね、本一じゃないかと。ね、ちょっと、はい、麻雀の基本って、自分が不要な牌は先に切るっていうのが基本なんですけども、はい、まあ、その基本を外して相手の読みを外してるっていうことです、ね。はい、あー、これでシャアで打ち取りだよ。うわ、伊達シャーあるよ。いや、こんなの分かんないです。997って切られたらこれだってシャーでロン、え、何なんて、え、なチョンボじゃないのそれ、薬本一みたいな。薬牌はだいぶ見えてますね。これシャー大丈夫なの。いや、あの伊達はね発を抑えてるので、はい、クイタンの仕掛けに見えそうですね、これね。お、大岩単葉のイーシャンテン。しかもこれ3品の方も2品やばいの引いた。これ4枚目、4枚目の2品です。めちゃくちゃ感触あるリランパーピン、リランピンポンです。いやー、危ない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 。でもドラだドラだドラだ、危ない危ない危ない。いや、これ次元爆弾かもしれない。あー、でも伊達は助かりましたね、これ。今シャア助かってますね。でっていうか、大井がね形整いすぎてて、リランピン危ないってから、ウーピン掴んだらパーピン切っちゃいますよ。そうですね、もう止まんないっすよ、これね。きついきつい、この1万2000きつすぎる。ちょっと引いた、引いてますね。はい、あ、ペー、うわ、きついよ、うん、勝俣ケアしてますね、伊達ね。してますよね、あの人やるからなみたいな。うん、はい、まあ、伊達報酬少ないですからね。うん、いや、涼しい顔してる、涼しい顔してる時は怪しい。あ、あ、待ってる待ってる、渋川も受けた、うんうん、だからもうこの打たないですね。うわ、さすがだね、これもう。ただ、おー、あー、無理です。無理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 、いや、無理だよ。1万2000。うわー、渋谷アベマズ大分カール、痛恨の1万2000。これはだからレギュラーシーズンだったら多いもんね。いや、引く幅はあったかもしれないですよ。いやいやいや、これはね、勝俣が見事すぎる、もう素晴らしすぎた。あの、うん、あのリスクを取って、はい、わざわざ危ないチーソーを置いて、まあ、この本一ではないっていうアピール、はい、が効いたってことなんですよね。ってことは敵ながらあっぱれと、はい、手配読みができる多いだからこそこのパーピンは止まらないですよね。やるな勝俣といった感じかもしれません。